レディー、うまから7時までだ約6時間ぐらいあるので頑張ります。素敵なパフォーマンスビデオが撮れるように頑張ります。起きてるので、学校の前みたいな感じバス停とかあったりとかこういう落書きとかあるんですけど最後に桜花みたいなのも落ちてくるので今回のセットと衣装と振り付けと曲と全部がマッチしてていい感じになってるんじゃないかなって思います。飲み物ありました。発見。素晴らしい。すごい。あ、でもちょっとぬるいな。ぬるいぬるい。冷たかったって自分なのに冷たいから頭が来た。冷たいところに欲しい欲が残してるバグって始まって3テイク目なのにもうええやばいね。みんな今日間違えてしまいました。みんな大丈夫。みんなその前に間違えて人生で一番初めて間違えた。大丈夫。その前にみんな間違えた。あなた初めてじゃない。みんなは間違えて自分が今までやってきた中で間違えたところなかったところを間違えた。だから余計さ他の振りが分かんなくなっちゃう。違うの。ヤンキーだ。なんでだって髪色が髪色を染めてるもん。どこ行って。私は間違いも見えない。あなたも他のこと言えん。二重高校3年 N 組のみんなちょっとヤンキーすぎない？二重だよ。だって本当だ二重だよ。もう分かんない。あれ、ま、だ誰も誰か読んでくれない？本当だ二重だよ。ちょっと待ってよ。でもある意味インパクトあるな。頭から消えへん。こんなポジティブやな。本当に。まあでもさ、確かにさ、本当だよ、20だよってさ言わないよ。20だよ。関西弁だよね。お前は20や。いい、一回やってよ。本気で。うん。あれ、まだ誰か読んでなくない？あれ、誰かまだ読んでなくない？こういう時にできる人とできる人とかやってくれる。ジャンプがあったりとか、振りなんか移動距離とかも結構多くて、なかなかワンテイクで撮るのを何回もやるって結構しんどいんですよ。でも結構なんか照明が間違ったりとか、私たちの振り付けが違ったりとか、なんか花びらが事前に落ちてきちゃったりとかすると、そういうの全部ダメになっちゃうんです。で、6、7、8、9テイクはしたんですね、もう。
でもなんか最後みんなわーもう無理みたいな感じだったんですけど、最後の最後にワンテイクで OK 出たやつ踊ってたら、あめっちゃいい、良かった今のってすごい気持ちになったんですよ。いいワンテイクが撮れたんじゃないかなって思えたので、まだこれから残ってるんですけど頑張りたいと思います。今日はメモリーズのダンスプラクティス動画を撮ったんですけど、こんな感じの制服も着て、久しぶりにすごいなんかローファーとかもすごい久しぶりに履いたので、なんか高校生に戻った気分がしてすごい楽しかったです。すごいね、セットも可愛くて私たちもね可愛いので、皆さん楽しんで見てくださったらいいなと思います。女子校みたいでしょ。どう？めっちゃいいじゃん。何が衣装が全然見えへん。見えない。ギャルいね。ありがとう。ギャルみやん。やめとこ。やばい、なくなっちゃった。なくなっちゃった。なくなっちゃった。やばい、めっちゃしかも真剣に。やばい、なくなっちゃった。かわいいね。ありがとう。まゆちゃん、今日は制服コンセプト、とりあえず生徒会長っぽく、ちゃんとこうやってぐるぐるつけてネクタイもつけて、この内緒になってます。今日も一日だけ。どちらかといったら踊りやすいんですけど、まあ、ポイントといったらラララ123ラララトゥトゥカッカラララ123チャチャチャトゥトゥチャチャっていう振りなんですけど、なんかすごくほっぺにこうつけるこの振り付けが可愛いんじゃないかなと思うので、いや本当に私たち自身も習ってもう何が何だか分かんなくなっちゃって、もうこれ覚えるのにめちゃくちゃ時間かかりました。なので皆さんも真似するときめちゃくちゃ苦戦すると思うんですけど、できるようになったらなんかもう自然となんか楽しく踊れるので、友達と一緒に踊ったりして真似してください。いや私個人的にメモリーズめちゃくちゃ好きなんですよ。私の好きな曲のジャンルがフェスタとか、あと明るい感じの楽しい感じ、青春っていう感じがめっちゃ好きなので、なんかメモリーズはなんか何回踊ってもめちゃくちゃ楽しめるので、セットもだってなんかコンクリートに落書きした感じだったりとか、本当に学校の通学路みたいな感じのセットになってて、自転車とかもめちゃくちゃ懐かしいです。自転車通学とかじゃなかったんでめっちゃ憧れます。メモリーズはやっぱりどの世代の方に聞いてもその時のその青春時代をなんか思い出せるんじゃないかなと思うので、なんかぜひたくさん聴いてください。私たちの好きなお菓子あるんですけど、じゃがりこ、さやえんどう、じゃがビー、ポテト、片揚げポテト、コンソメパンチ大好きなんですよ。あれ最近の共通点があれ最近それでダンスも頑張れてる。まず生きがいだから、生きがい、じゃがりこ生きがい、そう、塩分が生きがいなんですけど、まさしくやっぱカルビさん、じゃがりこと聞かせてくれる、すごくお世話になってるんでお詫びさせてください。いつもお世話になってます。ね、でもめちゃめちゃ青春みたいだよね、制服着ちゃって。ね、さっきいい感じだったよね。あ、ありがとう。ありがとう、青春、天気が神様だ。コップンか。では今からリレーダンスを取りに行きます。皆さんこんな風に並んでますね。30分で作りました。完璧よ。じゃあリマちゃん映して、はい、頑張ります。はい、そしてこの3人映して、
張ろう頑張ろう頑張ろう超邪魔な。なんか3人の時頑張ろうじゃあねて今薄みなっすでもなんか20見てると笑顔になってる。なんか泣けるこのリレーダンス泣ける。やばいやばい泣けるってマジでやばい。これリクにポーの役になってます。